なるほど。敵は近江連合を名乗っていたと。しかし一方でその裏付けはできてないんだな。本当に連中が近江連合かはお前にもわからん。ああ、そんなことよりさっきのスマホを返してくれ。奴らから電話が来た時、俺が出ねえと花輪がやばい。それは気にしなくていい。どうせスマホは電波を遮断している。 GPS でこっちの場所を探知されちゃ困るんだよな。どういうことだ。要するに向こうが電話をかけてもこっちには繋がらないってことだよ。だったらなんでここに連れてきた。状況を報告してもらうためだ。まだ終わってないぞ。誰が質問していいと言った。いい加減にしろ。話になんねえ。そりゃ話にならないわけだ。お前は自分が何だと思ってる。こんなことをやってる場合じゃねえんだ。仲間が人質に取られてんだぞ。奴らだってこっちとの連絡がつかなきゃ花輪を殺す。その代わりこれ以上我々の情報が漏れることもなくなる。何？もう花輪がさらわれた時点である程度は仕方ない。拷問にかけられ何も喋らないなんてまず無理だ。これはお前の責任だな、上流。だがまあ我々は情報が漏れた前提でまた組織を闇に潜ませればいい。あんた花輪を見捨てる気か。何の手も打たねえうちから。あいつが本当に大道寺に忠実ならもう自分の手で自分に始末をつけている。そうでないなら組織をリスクにさらしてまで救う価値はない。そいつは大道寺の方針か、それともあんたが個人的に責任を負いたくねえってことか。知ったふうな口を聞くな。やれ。初めからこうしてりゃよかったんだ。伝説の極道だったらしいが、結局俺らとどこが違う。同じ日陰者だろ。これからは特別扱いもしない。任務とあらば汚れ仕事はつきものだ。それをもし断ればお前にも沖縄の子供たちにもペナルティーを与える。どこにでもいるんだな、無能な指揮官ってやつ。俺の名前は吉村だ。よろしくな。自分の立場を分からせてやれ。時間は好きなだけ使っていいぞ。スマホを返してくれ。電話かかってくるんだ。今ならまだ花輪を助けられる。我々も好きでこんなことをやってるんじゃないんだよ、桐生さん。まあでもこれから一緒に仕事もするだろうし、自己紹介を兼ねてたっぷり殴らせてもらう。仲間が敵にさらわれてんだ。なのになんであんな奴の言いなりになる。お前らもいつ見捨てられるかわかんねえぞ。かもな。でも少なくともお前よりは後だよ。失礼。お邪魔いたします。何か。皆さんにお見せしたいものが。先ほど桐生さんにお持ちいただいたスマホです。電源を入れるとまずいのでしたっけ。 GPS で敵にこの場所が知られてしまう。だったらなんで切らない。それはもちろん花輪さんを救いたいからです。おい、おい、何やってる。自己紹介するときはたっぷり殴るのが
ここの流儀だったな。だったらお互いによく知り合おうじゃないか。上流てめえ行くぜ。いざとなると暴力で解決してしまう。我々の修行はまだ道半ばですな。あんた、よかったのか。こんな真似したらまずいことに。お気になさらず。私は本物の僧侶ではありませんし、この寺も私もまがいものです。大道寺一派の隠れ蓑にすぎません。それはまあそうじゃねえかって気はしてた。花輪さんを助けてあげてください。実を言うと彼は私がスカウトしてきたんです。かつての私は大道寺の金庫番の一人でしてね、有能な部下が必要だったんです。そしてこんな裏の世界に引きずり込んだ。彼は普段面白みに欠けますが、いざという時には信頼に足る人物でしたので。同感だ。だから敵にさらわれたまま死なせたくねえ。あんたが持ってきてくれたこのスマホでまだあいつが助かる目はある。それにはまずこの寺を脱出しなくては。すぐに追っ手がかかります。さあどうぞもう行ってください。あなたがここを生き延びないことには花輪さんも助かりません。ああ分かってる。
伝説の極道様が逃げるのか。俺たちから逃げらんねえぞ。今ので倒れてくれると楽だったんだが。加減諦めたのHey!
やってくれたな。花は一人のためにお前は大道寺全体を敵に回した。そこをどけ。俺は能なしの指揮官に愛想を尽かしただけだ。なんだってそうまでして花輪を助ける。あいつだって所詮はお前の監視者だ。どっかで拷問されようが殺されようが別に構うんだろう。俺はもう自分の過去も人生も名前すら捨てている。未来に希望もねえ。こんな人間の面白くもねえ人生を今全部知ってくれてるのはあいつだけだ。ふん、道島の竜ともあろうもんが惨めったらしい話しやがって。今日花輪は極道に銃を突きつけられた時、自分のことは助けなくていいと言った。てめえの命よりも俺や俺の大事にしてる人間を優先してくれとな。そんな男を見捨ててお前らの言いなりになったら、その後俺に何が残る。はっ、なんだそりゃ。知ったことかよ。そうだな、お前には伝わるわけがねえと思ってた。それならそれで構わねえ。だが俺の道を邪魔するってんなら、こっちは力ずくで押し通らせてもらう。そうか、上等だ。やってみな。うちの番だ。覚悟はいいか。しばらく電源が切れてましたが。ああ、今は入ってるだろう。もう花輪さん見捨てたんかと思いましたわ。あいつは無事なんだろうな。ええ、せっかくの人質を殺すわけがない。
今から言う場所に来てください。偉人町のスナック街にサバイバーいう店があります。そこでお待ちしてますわ。もちろんお一人でいらしてもらいます。わかってる。ただ到着まで少し時間がかかる。ご心配なく。そちらの位置は GPS で分かっておりますんで、今後スマホは無断で切らないように願います。では後ほど。いらっしゃいませ。待ち合わせなんだ。どうぞ。姉ちゃん、こちらの人にも俺と同じの。かしこまりました。なんでこの店なんだ。ここは偉人町でいっちゃん安心な店なんです。いつもはこわもてのマスターがにらみっきかしとるんですけど、今日はなんや腰痛めとるらしい。そうなんですよ、ごめんなさい。うん、ええてええて。案外律儀なんだな、お前一人か。そっちは手下を引き連れてると思ったぜ。目的は話し合いですから、あんたには少しでも心開いてもらえませんと。花輪はまだ生きております。奴のことについてもこれからお話しさせていただきます。お前は渡瀬の命令で動いてると言ったな。だがあいつは今無所にいるんじゃなかったか。前にニュースで見たぜ。俺ら親父からはその直前に命令受けてました。いたらもんであんたを見つけるのにえらい時間かかりましてね。せやけどやっとここまでこぎつけた。あいにくだが俺はお前らの探している桐生一馬じゃない。もうええやないですか。それは見てるうちに大体のからくりは分かりましたよ。あんたは大道寺一派と密約を交わしたんとちゃいまっか。多分その見返りは沢村遥と朝顔の子供たちの安全。大道寺言うたら昭和のフィクサー、黒い噂まみれの秘密結社みたいな連中や。で広島であんたをやったっちゅう陽明連合会はその兵隊です。あんたは連中を叩き潰したが、大道寺と手打ちするには死人になるしかなかった。つまりあんたもそれで納得しとる。なんやったらあんたの方から言い出した約束なんかもしれまへんな。全ては大事な子供たちを守るために。ああそうや、この子ら人質にとったら俺らの言うことも聞いてくれます？やってみりゃいい。その時はお前らも渡瀬もこの世に生まれてきたことを後悔させてやる。俺の推理は大体合ってたようですね。鶴野だったな。俺が桐生一馬だとして渡瀬の頼みってのは何だ？それを聞くなら、まず俺らの頼みを引き受けると約束してください。でないとお伝えできません。花輪さんの命を保証することも。何の頼みか聞きもしねえで引き受けろってのが。もちろん見返りはご用意させていただきます。もし引き受けていただけるなら、俺があんたから大道寺の首を外してみせますわ。何？簡単なことです。あんたはもう一遍死んでみせたらええんですよ。
親父の頼み聞いてくれたら、こっちでもう一遍桐生さんの死を偽装します。今度騙す相手は世間やのうて大道寺一派や。あいつらかてほんまにあんたが死んだ思ったら監視のしようもあらへん。沢村遥や他の子供たち、そらさすがにまた一緒に暮らすのは難しいかもしれんけど、人目盗んで時々会うくらいできるはずや。また会えるようになるんやで、あんたが守った朝顔の子らに。ただしその場合、花輪さんには死んでもらわな。なんだと？桐生一馬の二度目の死や。その状況に説得力を持たせるには花輪さんの死体も必要です。別にええやないですか。花輪は大道寺があんたの首に繋いどる紐でしかないんや。その紐切って自由になるのに何迷うんです？あんたはもう一遍死んで生き返るんや、桐生さん。